プロのボートレーサーの平均年収、トップクラスの選手、つまり A1 級だと3300万円、A2 の選手だと1800万円、B1 が1100万円、そして B2 が500万円だと言われています。例えば、去年の2019年ボートレースの王者、石野選手の獲得賞金は2億2500万円でした。トップレーサーたちの獲得賞金はファンなら結構知ってると思いますが、じゃあ逆に下っ端中の下っ端レーサーの年収ってどれぐらいかご存知でしょうか。今回はボートレースの最下位に位置する B2 級レーサーたちのお給料事情についてご紹介します。ボートレーサーは主にレースに出場してレースに勝って得られる賞金で生計を立てています。で、この賞金って実はボートレース上によって微妙に額が違うのを皆さんご存知でしたでしょうか。実はボートレースって賞金に関しては2種類の上に区別されており、1号と2号賞金上と分かれています。1号賞金上は主に朝から日中に開催されている競艇場、例えば江戸川、平和島、宮島などがこの1号に区別されます。そして2号は大村競艇場を除いたナイター場が主にこの2号に区別されます。この1号2号というのは前年の各場の売上の1日平均が 3.5 億円以上が2号賞金、それ未満が1号賞金となっています。で、これを踏まえた上で毎日のように行われている何の変哲もない一般戦の予選での賞金はどのようになっているのか見てみましょう。まず1号賞金上だと1着で8万1000円、2着で5万5000円、3着で4万円、そして4着以下は賞金はなくなる代わりに完走手当というものがついて、4着なら2万1000円、5着なら1万4000円、6着なら8000円となっています。で、お次に売上のいい競艇場、2号賞金上だと以下の通り、1着だと10万3000円、2着だと7万円、3着だと4万9000円、そして4着以下は完走手当で、4着は3万、5着は2万、6着は1万となっています。なので、例えば最近デビューしたての B2 選手が桐生競艇場で8回無事故で6着のドベだったとしても8万円確実に手に入るんですね。で、さらにボートレーサーは様々な手当があります。日当手当、ナイター手当、公典手当、参加賞、無事故賞、そして交通費です。今回は B2 のお給料事情についてのご紹介なので、他の特殊な手当は割愛してますが、日当手当は節間の拘束日数に応じて1日あたりで支給されるものです。で、ナイター手当はナイターレースに出場した際に支給されるものです。で、次が公典手当で、これは悪天候の中レースが行われた際に支給されます。で、参加賞では企業協賛レースなどでは地元特産品などの商品が配られます。無事故賞は1節間参加した全選手フライングや出遅れをしなかったらもらえる、まあボーナスみたいなものですね。交通費は開催協定上までの往復交通費分お金がもらえるというものです。で、この各手当は上やスポンサーの有無によって変わるので大体の金額になりますが、参加賞は日当あたりで全権日が1万円、開催日は2万1000円、ナイター手当は1万5000円かける日数、公典手当は1日あたり3000円からまあ5000円ぐらい、無事故賞は5000円かける開催日数分を全選手に配られます。例えば最近デビューしたての新人 B2 選手が桐生競艇場の6日間開催のレースに参加したとして、で、8レース参加して全部6着だったと仮定してお給料を計算してみましょう。まず完走手当が8万円、参加賞が13万6000円、ナイター手当が9万円、計30万6000円となります。つまりフライングを起こさずに安全に運転して全部6着だったとしても30万円も B2 レーサーは1節間だけでもらえるんですね。ただこれはナイターの話で、普通の日中のレースだと21万円ほどしかもらえませんし、4日間開催となるともっと少なくなって14万円ほどしか1節でもらえません。さらにここから源泉1割、選手会費、交通費分などを差し引かれると手取りはもっと少なくなります。なので B2 選手が1節間全部6着だった場合、手取りはまあ約12万から25万円ほどとなってしまうんですね。まあ、こうして見ると意外と大学新卒1年目の給料とそこまで変わらない感じがしますけど、大きな違いとしては B2 レーサーは1節間、つまり4日間から7日間で最低でもこれだけのお金を稼げるということです。で、 B2 の斡旋、つまりレースへの参加は2ヶ月でまあ約3節ほどとなっており、年収は300万円から600万円となっています。勝負の世界で負け続けても結構もらえるんだねと思った人がいるかもしれませんが、もちろん B2 でもフライングをしたら30日間の斡旋禁止、つまり無職になるわけですし、ヘルメットや防護具、プロペラなどの高額な仕事道具は全部実費、さらに選手会年会費、支部会費、保険代、フライング罰金代、
訓練交通費など皆さんが思ってる以上に経費がかかっているんですね。やっぱり B2 で全部6着でもお金が出るとはいえ、勝負に勝たないと生活は結構厳しいのかもしれませんね。皆さんはこの B2 の給料体系を見て安いなぁと思いましたか、それとも高っと思いましたか。ぜひご意見ご感想をお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。